吹田事件を扱った雑誌の記事吹田事件は、1952年6月24日から6月25日にかけて大阪府吹田市、豊中市一帯で発生した吹田相乗事件と、その裁判で起きた事件の両方を指して、吹田事件という。ただし吹田相乗事件のみを指して、吹田事件とする場合もあり、定まっていない。同年に起こった地の命令事件。 オース事件と並んで三大相乗事件の一つとされている。1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発した。当初戦況はソビエト連邦が支援する北朝鮮が優位であったが、韓国軍とそれを支援するアメリカ軍やイギリス軍などを中心とした国連軍による二川上陸作戦で戦局が一変、逆に韓国優位となり、 韓国軍と国連軍の一部は王力港に到達したが、急遽参戦した中国人民志願軍によって38度線に押し戻され、一進一退の膠着状態が続いていた。当時の日本は、アメリカ軍やイギリス軍をはじめとする連合国軍の占領下にあり、朝鮮戦争に国連軍の一国として参戦していたアメリカ軍は、日本を平坦基地として、 朝鮮半島への軍事作戦を展開していた。また、アメリカ政府は日本政府に対し、飛行場の利用や軍事物資の調達、兵士の日本での訓練を要請した。首相の吉田茂は、これに協力することは極めて当然と述べ、積極的にアメリカへの支援を開始した。スイ事件の舞台となった大阪大学と夜中キャンパス周辺には、 アメリカ軍のトネ山キャンプがあり、アメリカ軍兵士が駐留していた。また、スイタ市では、国鉄スイタ車場から連日、国連軍への支援物資を乗せた貨物列車が編成された。北朝鮮系の在日朝鮮人は、北朝鮮軍を支援すべく、日本各地で、反米、反戦運動を起こしていた。当時、 武装闘争路線を掲げていた日本共産党は、こうした在日朝鮮人の動きに同調していた。水田タ車場になだれ込むデモ隊火炎瓶攻撃を受けた警察官1952年6月24日、夕方、大阪府豊中市にある大阪大学豊中キャンパスで、伊丹基地粉砕、反戦独立の優雅、大阪府学生自治会連合によって開催された。学生、 労働者、農民、女性、在日朝鮮人など、約1000人が参加した。集会では、朝鮮戦争の即時休戦、軍事基地反対、アメリカ軍帰れ、軍事輸送と、軍需産業再開反対、再軍備徴兵反対、破防法反対などのアピールが採択された。集会終了後、国連軍用貨物列車の輸送拠点となっていた。 吹田総社場までデモを行うことになった。集会参加者は、西国街道経由で、美濃へ向かい、水田に南下する山越部隊と、阪急宝塚本線石橋駅から臨時列車を動かし、服部駅から水田に向かう電車部隊に分かれて行動した。人数は山越部隊の方が多かった。山越部隊は、警察予備隊と夜中通信所の横を通り、 午前2時ごろ、三島郡と川村に到着した。ここで山越部隊は、ファシスト打倒と称して、笹川良一宅に投石したり、棒切れで玄関の扉を損傷させている。笹川良一本人は留守で、怪我人はなかった。休憩後、山越部隊は南下して、国鉄労働組合水田支部の中野慎太郎邸に立ち寄り、 庭で竹槍を振り回したり障子を破ったりしたが、怪我人はなかった。一方、電車部隊は大阪大学近くの石橋駅に入ったが、最終電車が発車した後だったため、駅長に臨時列車の発車を強要した。駅長はやむなく運賃徴収の上、臨時列車を発車させることになった。電車部隊は、梅田駅と石橋駅の間の服部駅で全員が下車し、 旧伊丹街道の裏道経由でデモを行い、6月25日午前5時ごろ、三島郡山田村で山古志部隊との交流を果たした。この間、警察は電車部隊が梅田駅に向かうと予想し、梅田で警官隊を待機させていたが、電車部隊が服部駅で下車したため、行方を見失い、山古志部隊についても電車部隊の対応をしている間に見失っていた。 合流後、デモ隊は南下し、津佐野の命の神社に到着した。神社前には、水田市警察や国家地方警察の警官隊が警備船を張っていたが、警察指揮者との交渉をデモ隊が受け入れなかったため、警察隊は警備船を解き、デモ隊に道を譲った。大阪地方検察庁は、この時にデモ隊がボートを溶かして突進し、 暴力で警備船を突破したと主張して創造罪を適用した。しかし、証拠写真や警察指揮者の証言からデモ隊が暴徒化した事実がないことが明らかになったとされた。このため後の裁判で被告人全員が無罪となることになった。スサノオの地神社から南下したデモ隊は午前6時頃、国鉄東海道本線機しべき経由で水田タ車場に入った。 デモ隊は創車場内で戦争反対、軍用臨時列車を止めろなどのシュプレヒコールを上げながらデモを行ったが、実際には軍用列車は事前に移動させられていた。スイタ創車場から出たデモ隊は、スイタ駅に向かった。なおこれらデモ隊の行動について、うさぎ狩りのようでしたなどという証言もなされた一方で、検察はボートそのものだと形容したが、実際のデモ隊は、 京都方面に向かっていたザイオーツ南西司令官、カーター・ W ・クラーク陸軍巡賞の車に、石や硫酸瓶を投げ巡賞は顔に、全治2週間の傷を負った事例や、午前7時頃、茨城市警察のウィーポーン社に向かって7.8名のデモ参加者が、石や火炎瓶を投げたことで転げ落ちた警官が、火傷や打撲傷を負った事例のほか、沿道にある駐在所や発出所に投石を行うなど、 彼らが標的とみなした対象への攻撃を行った。その後デモ隊は西口改札から水隊駅に入り、同駅で流れ解散となった。水隊駅の助役は裁判時にデモ隊が順調に乗ってくれたので、うまいこと行きましたなと、駅長とも話していたと証言している。解散したデモ参加者らは大阪駅8時7分発の列車に乗車しようとした。そこに、 約30人の警察官が追いつき、デモ隊はこれと衝突した。これによりホームは大混乱となり、デモ参加者や一般乗客に負傷者が出た。事件では200人を超える大量逮捕が行われ、111人が相乗罪で起訴された。なおこの際に警官が発砲しデモ隊の4人が重傷を負った。列車内で撃たれたデモ参加者は、水田氏を相手として、 賠償請求訴訟を起こし、裁判所は警察官の職権乱用を認め、水田氏も承認している。なお検察は、拳銃発射は、ボートのうちにもこれを行ったものがあり、これら不詳のすべてが警察官の発射したものとは言い、固いと主張していたが、証拠がなく、現場にいた警察官、第三者承認誰も証言していないため、根拠が乏しいとされ裁判で認められなかった。 なお検察は警察隊が撃った弾によって重傷を負わせたデモ参加者4人を起訴していない。スイタ事件弁護団は後に保守系のスイタ市長となった山本春夫を主任弁護士として結成された。弁護団には国会議員をしていた弁護士の加藤光や亀田徳次らも加わり、国会でもスイタ事件を取り上げて弾圧の不当性を訴えた。この時の裁判戦術は 大衆的裁判闘争と呼ばれ、後に、日本国民救援会によって、公安事件の闘争方法として定着していくことになる。日本共産党が路線を転換し、武装闘争路線を誤りと認めた六全協以後も、幅広い団体や日本共産党国会議員、弁護士による支援は続けられている。1953年7月27日、朝鮮戦争が休戦。 7月29日に行われた後半の冒頭で、被告人たちは、佐々木鉄造裁判長に、朝鮮戦争休戦を祝う拍手と朝鮮人、犠牲者に対する黙祷を行いたいと申し出た。これについて、佐々木は、裁判所は止めもしなければ激励もしない。裁判所は、中立性を表明すると静観した。検察は、佐々木の対応を不服とし、 保守系議員に働きかけて、佐々木を国会の裁判官卒委員会にかけた。これが、いわゆる衰田目当事件である。卒委員会は、佐々木の関門を決定するが、佐々木は裁判の公平性が損なわれるとして拒否。最高裁判所は、法廷の威信について及び、法廷の威信についてを発出し、全国の裁判官に当てて、佐々木の訴訟式を誠に遺憾とした。 しかし、司法関係者による相次ぐ反対のため、関門は行われなかった。結局、裁判官卒追委員会では、卒追猶予の決定が下された。1963年6月22日の第1、新判決では相乗罪の成立を認めなかった。検察は111人の被告人のうち47人を起訴したが、1968年7月25日の、 第二審判決でも一部の被告人が威力業務妨害罪で有罪となったが、相乗罪の無罪は変わらなかった。1972年3月17日、最高裁が上告を帰却して判決が確定した。水田事件被告団、10年裁判水田事件、文集刊行委員会、水田事件と裁判等、争、脇田健一。 朝鮮戦争とスイタ、平方事件、スイタ事件、被告団、十年裁判、スイタ事件、文集観光委員会、スイタ事件と裁判闘争、横幕種行復興、船越信勝、スイタ、平ら事件について、石川本屋、スイタ事件と、大衆的裁判闘争、ありがとうございます。